ウィンガーはアメリカ合衆国のロックバンド。アメリカ出身のロックミュージシャン、キップ・ウィンガーが主催するグループとして知られる。デビュー当初からアルバムが100万枚以上のセールスを記録するなど、1980年代末に流星を極めた。実動7年余りで解散したが2000年代に復活し、以降断続的に活動を続けている。1987年、元、 アリス・クーパーバンドのキップ・ウィンガーとポール・テイラーによって結成され、さらに、レブ・ビーチとディキシードレックスの活動で知られるベテラン、ロッド・モーゲンスタインが加入して、オリジナルのラインナップが固まった。当初のバンド名は、サハラが候補に上がっていたが、すでに他のバンドに使用されていたため、キップ・ウィンガーのせいである、ウィンガーを採用した。なお、サハラの文字は、 デビューアルバムのジャケット右下に見ることができる。セルフタイトルのファーストアルバム、ウィンガーは1988年8月にメジャーレーベルアトランティックレコードからリリースされた。作品は米国でプラチナムディスクを日本とカナダでゴールドディスクを獲得し、デビュー早々に大きな成功をつかんだ。その後もバンドはアメリカンミュージックアワードの ベストニューヘビーメタルバンドにノミネートされるなど評価を上げてゆく。1990年、セカンドアルバム、インザ、ハートオブザ・ヤングをリリース。2作連続して、米国で、プラチナムディスク、日本で、ゴールドディスクを獲得。全米アルバムチャートも15位にランクインした。バンドはこのアルバムを引っ提げて、スコーピオンズ、キス、エクストリーム、ダブルゼータトップ。 スローターらと共に13ヶ月に及ぶ長期ツアーを観光。しかし、これで、ポール・テイラーは疲弊し、バンドを離れることになった。自作のサードアルバム、プルは1992年から1993年に、かけ、残る3人で録音が行われた。タイトルは当初、アルバムの1曲目である、ブリント・レボリューション・マットが使用される予定だったが、諸事情から、 フルに変更された。このアルバムはマイク・シュプリーのプロデュースのもとで制作され、当時流行していたグルーブメタルなどの要素も取り入れた。しかし結果は芳しくなく、成功には至らなかった。プルツアーの後にバンドは解散。キップ・ウィンガーはソロ活動に専念し、他のメンバーもそれぞれのプロジェクトに移った。2001年バンド再評価の機運に応え、 オリジナルラインナップで再結成を果たす。全活動末期にライブをサポートしたジョン・ロスも正規に加入し、新たに5人編成を組んだ。同年、新曲、オンザインサイド収録のコンピレーション、ベリーベストオブ・ウィンガーをリリース。翌年には、北米ツアーを行い、2003年までの短期の間だけ活動した。2006年5月に、再び始導し、ニューアルバムのレコーディングに入る。 しかし、ポール・テイラーは参加せず、代わりにセンクエログルを加えた編成で活動。約13年ぶりのフォースアルバム、4をリリースする。アメリカサンタクララ公演2007年、バンド発足からのデモテイクを、1年以上の歳月をかけてリミックスした2枚組コンピレーションアルバム、デモアンソロジーを発表。同年、来日公演を開催する。2007年度、ライブツアーの模様は、 ライブ作品、ライブとしてリリースした。2009年、センクエログルが脱退。残る4人編成で、フィフスアルバム、カーマを制作し10月にリリース。その後メンバーオローノは、掛け持ちの仕事で多忙になり、活動休止を余儀なくされる。2013年、ポール・テイラーが復帰して、10年ぶりにオリジナルラインナップが出揃い活動を再開。同年8月、ファーストアルバム、 ウィンガーの発売25周年を記念し、同アルバムの完全再現ライブを実施した。2014年初頭、ロックバンド Y&T のデビュー40周年記念を兼ねた、日本のロックイベントで来日公演。春には、センクエログルも制作に協力した、シックススアルバム、ベター・デイズ・カミを発表する。秋も、日本のロックイベントに招聘され、年内2度目の来日公演を開催。 セカンドアルバム、インザ、ハートオブザ・ヤングの発売25周年を記念し、全曲再現ライブを披露した。2017年に結成30周年を迎え、秋に HR、HM フェス、ラウトパーク17参加のため来日する。2019年9月時点。ありがとうございます。